はい、こんにちは、即解塾の黒です。今回はね、なんとも腹立たしい記事がありますよ。自民党の二階幹事長、大人数会食批判に反論ということですよ。 この大人数での会食をやるなって言ったのは一体どこの誰なんでしょうね、もともとね。で、自分たちはやってるのを批判されたら、この野郎とか言ってくるわけでしょ本当にね、なんかこのじいさんっていうのは頭が硬いというかね、もう頑固で自己肯定感ばかり強くって、もうろくなもんじゃないなと思うわけなんですよ。で、自民党の二階幹事長は27日放送の BS 朝日番組で、自身を含む菅義偉首相らとの 大人数会食に批判が出てることについて会食を目的にやっていない意見交換を考えてやっている全く無駄なことをしてるわけではないと述べ反論したっていうけどじゃあ重要なことをね決めるんだったらねこの自民党の皆さんが進めてるリモートワークとかでいいんじゃないかなと思うんですよ。特にねあの高級料理店行かなくてもできるわけじゃないですかしかもこういうね時期ですよ。 自分たちでね、そういうことをするな、自粛しろとかね、時短要請で夜は酒をね、含む飲食店をやるなとか言っといて、そういうところを探して行ってるわけですよ。だからこういうのでは、もう結局ね、国民の自粛なんてのはね、もう、いや、付き合ってもらえないと思いますよ。はっきり言ってね。で、あと、重要な話がある。そして、リモートワークもできない。どうしても会ってやりたいって言うんだったら、別に芸能人とかね、あの、王貞治、いらないでしょ。な、なんでこいつたちがいるんですかミノモンタもんたんいらないでしょ。 だからね、めちゃくちゃなんですよ。尻滅裂で。で、結局、この国をぶち壊してるのは誰だってことなんですよ。で、この二階幹事長ね、聞くところによると、あの、領収書のない、あの、政党のお金、10億円これをね、ばらまくことを毎年毎年やってるらしいんですよ。うん、わかんないですけどね。こんな話が飛び込んできたんで、ついでに話しちゃったんですけども、えー、菅首相のステーキ会食、海外も報道、多くの人がいら立ち、そうですよね。 こう、はっきり言ってね、国のリーダーがこんなことやってて、えー、重鎮たる者がね、何の示しをつけろっていうんでしょうね。で、挙句には、安倍総理が、あの嘘つき答弁を、もう、見苦しくもね、言い逃れようとしている。で、虚偽答弁のなんか、何定義がないとか、また言い出しましたよ、加藤官房長官。もう、こいつらね、ほんとろくなもんじゃないと。で、私たちがね、もう、 何を言っても、もうこれどうなってるんでしょうでもうね、どう言うんでしょうかもう言葉が出ないですけどもね、もう一回記事戻りますけども、衆院解散総選挙に関しては新型コロナウイルス対策をどうするかみんな毎日心配している。こういう時に選挙だというわけにいかないと語ったなんかめちゃくちゃですね。あの、新型コロナウイルスなんとかってね、どうするかって、いやもう、あなたたちが考えてもろくな意見が出ないわけだから。でしかもこうしましょうとか言って自分たちはしないわけでしょ だから、どんなメッセージも全然響かないわけですよ。今、頑張ってるのは国民ですよ。国民だけ。ね。で、結局、旗振りの人がこんなめちゃくちゃなことをやったりね。で、しかも皆さん、ご老人じゃないですか。いい年をしてるわけですよ。そのご老人たちを守るために、若い人たちが仕事不自由しながら、職を失いながら、やってるわけですよ。で、そのおじいさんたちがね、 二階幹事をはじめとするじいちゃんたちが集まって、ごにゃごにゃやってるわけですよ。で、飲食店が危険だとかってね、まあ、菅総理も言ってるのに、お前らやってるじゃねえかよ、みたいな感じですよね。えー、どうしようもないですね、本当にね。<laughs> もう、こういうことばっかりなんで、もうやってらなくなるわけですよ。うんで、医療従事者の方に負担がかかってるのも、そちらの顔って感じですよね。で、保証が遅いし、まあなんせね、中小企業、 支えてくださってる社員の方とか暮らしのこととかは全く考えてないというね。まあこういう人たちをね、やっぱ我々が選んでしまったんで、自業自得いればそれまでなんですけども、うん、まあでも一言ね、もう一回言いますけども、やってらんないですね、こんなのね。バカバカしくって。<laughs> 終わってますよ。だからこういう人たちが偉そうなこと言ってもね、なんじゃこりゃって話ですよね。もっとね、お手本になるようなね、男気を見せてほしいし、いろんな意味で戦闘を切ってね、私たちの 命を守るために戦ってほしいなと思うわけですよ。まあね、こういう人たちはもうはっきり言って店から追い出すぐらいのね、時短営業なんでとか言ってね、追い出すぐらいの気持ちを、まあ持てないと思いますけど、飲食店さんにはね。ただね、もう唯一言えるのが、こういう人たちが、うんなんかね、自業自得なわけですよ。なんとかウイルスに引っかかるのは。こんなことやってるわけですから。で、もうベッドの空きはないよっていうふうにね、突っぱねることもできないでしょうけども、心の中でね、 お前らのためにやってんじゃねえぞ、みたいなね。つぶやいてもらいたいな、ということでございます。本日は以上です。